ばんは、よろばにゃんせよ、まいまいむにだ、大島まいです。今回はですね、大阪梅田にあります DD ハウスさんに来てるんですが、恋のチャミスル韓国フェアというフェアをやっておりまして、なんとそのフェアのアンバサダーを務めさせていただくことになりました。わー、大好きなお酒をお昼からいただけるということで、張り切ってまいりましょう。行ってみよう。いろいろあるじゃないですか。ご飯屋さんもあるし、ホテルもあるし、バーもあるし、ここの中の店舗でチャミスルとコラボしてるお店があるってことですね、はい。どこがコラボしてんだろう、行きたいな。早速ですが、恋のチャミスル韓国フェアとコラボメニュー、ビアブログステーキです。普通のチャミスルのこうマスカット味とかスモモ味っていうフルーツフレーバーのものは出てたんですが、トクトクっていうのはシュワシュワっていう意味がありまして、ちょっと炭酸が入ってより飲みやすくなっておりまして、アルコール度数が 5% なので、お酒がちょっと弱いなとか苦手だなっていう方は結構ジュース感覚で飲めるものになっております。まずトクトクをトクトクして、うほー、いただきます。うんうん、柔らかくてでも肉肉しい。このちょっと肉が残ってるうちに、これ最高。すももがこの相性めちゃくちゃいいです。ステーキのちょっとこの肉肉しい脂っぽさとかを、すももの爽やかさでシュワーっとすごい口の中を爽やかにしてくれるので、ステーキトクトクエンドレス、でもこのお店はですね、ビールの種類もとっても豊富で、さらにそのビールに合ったフードメニューもとっても充実しているので、ビール好きにはたまらない。でもカクテル、ワインも充実しているということで、ビールが苦手な方でも楽しめると。うん、文句なし、止まらん。うまいね、トクトク。ああ、チーズだ。わー、取りたい。ありがとうございます。すごい映えました。ヤンニョムとこの多分オリジナルチキンですね、にチーズが乗っかりました。ヤンニョムの方でいただこうかな。いただきます。チーズたっぷりのところがいいな。じゃあこのチーズとともにいただきます。うん、うん、うん、濃厚なチーズがヤンニョムのソースにも負けてなくて、チーズがさらにマイルドにしてくれるんで、すごい食べやすいんだけど、さらにこれで口の中をさっぱりしたいと思います。ああ、もう最高。マスカットだ。ヤンニョムチキンにはマスカット、最高に相性いいですよ。めちゃくちゃ美味しい。花味噌ホルモンということなので、やっぱさっきお肉はすももが合うなって思ったので、すももと合わせていきたいと思います。ホルモンがさ、チャミスルに合わないわけないじゃないですか。ちょっといっぱい焼いちゃうんだから。ホルモン大好き。まずじゃあこっちのホルモンできたっぽいから食べてみましょうか。これは何だろう、希少部位がすごいたくさん食べれるということで、それもなんか黒毛和牛を一頭買いしてるんですよ。だからリーズナブルなお値段で、そして希少部位までたくさん食べられるということで、かなりありがたいですね。うん、うん、これ何、めっちゃ美味しい。歯ごたえがすごいしっかりしてるんですけど、めちゃくちゃ噛んだら辛味とかブワーって出てきて、味がしっかりしてて、お酒に合う。これは、あー、たまらん。アゴ下今日から好き。初めて食べた。ホルモンもいけそうです。
味しいじゃん。うわ絶対お酒じゃん。うんうん、ポトの皮の部分はコリッコリですごい歯ごたえなのに、脂の部分がジューシーでとろけます。飲める。で、脂が溶けてるうちにリセット。うわ最高の組み合わせですね。また一歩開けちゃうよ。どうしよう、すぐ開いちゃうんだから。じゃあ早速この映え、すごいめちゃくちゃ映えですよ。クロワッサンのサンドイッチってこんなおしゃれなさ、サンドイッチ食べたことないんだけど。わっ、サクサクだ。若者たちでやっぱり大盛況カフェ。いただきます。うん、野菜もうまっ。生ハムの塩味もまたいいですね。カクテルを飲んでるかのような感覚になりますね。うん、こういうちょっと洋風なものにもやっぱチャミスル合いますね。しかもトクトクは炭酸入ってるんで余計合うかも。レモネードソーダ飲んでるみたいな感覚ですね。うん、おいしい。もうやっぱり大阪といえばたこ焼きですから、たこ焼きとこのチャミスルが合うのか、スマホでいただいてみたいと思います。結構チャミスル飲んできてますけど、たこ焼きをつまみに飲んだことないかもしれない。いただきます。うん、おいしい。たこ焼きとチャミスルですよ、合うかな。いただきます。あ、合うんだ、すごいびっくり。なんかレモンサワーとかいただいてるみたいな感覚だから全然合います。うん、なるほどね。で、ここは大人気ディスコマハラジャがあったところらしいんですよ。だからね、店内めちゃくちゃ広いので、ビリヤードもなんか初心者の方でも店員さんが優しく教えてくださるそうなので、すごいみんなで本当に楽しめそうですね。みんながダーツやってる音とか、たまにブルとかピヨーンと、お、誰かブル決めたねみたいなとかを感じながら、たこ焼きとチャミスルをいただくのも最高に楽しいです。うわー、 DD ハウスもう一日中いられますよ。どのお店もご飯も美味しいし、チャミスルとの相性バッチリなので。さあ、ということで今回は大阪梅田にあります DD ハウスさんにお邪魔しまして、恋のチャミスル韓国フェアをたくさんご紹介しました。もうね、いっぱいチャミスル飲めてとっても幸せでした。もう本当に楽しいところたくさんありますし、コラボメニューもとっても美味しかったので、ぜひ皆さんも大阪に来た際には DD ハウスに遊びに来てください。ということで、오늘은여기까지고안녕。